このファンは何それ。私挨拶させてください。改めましてめぐみ役の高橋理恵です。今日は楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。メス役の茅野愛です。このファンはよろしくお願いします。さすが素晴らしい。このファン2周年記念特別朗読劇。意外と早かった。やったー、ダンスを朗読劇だ。さあ、過去何度も行われ好評でございました朗読劇が今夜復活でございます。今回は福島さん、高橋さん、茅野さんがこのファンライブ用に書き下ろされた2周年を祝う内容のシナリオ、こちらを生朗読してくださいます。頑張ります。さて、まあ今までなかったこの公開配信ということになりますので、皆さんがいる前での朗読劇、ちょっとこれ緊張感あるんじゃないですか。これ福島さん、確かにそういうの久々っすよね。久々、何ぶりだろう。イベントオーケストラの時、オーケストラの、あみんなでやる、以来か、久々です。あんまりやる機会本当になくて。いや本当ないよね、これ生で聞こえる皆さんもだいぶね、しっかりも耳を、ね、澄ましていっぱい聞いていってください、ではこちら今から戦っていただきますが、ちょっとステージのあちらですね、ブースございますんで、はい、移動の方よろしくお願いいたします。はい、頑張ります。そしてちょっとですね、会場にいる皆様にお願いがあるんですが、今日皆様こういったアイテムをお持ちですよね、ペンライトっていうらしいんですけども、このペンライトを使ってですね、一緒に盛り上げていくパートがこの朗読劇存在しているらしいです。なので皆さん、ペンライトのご準備よろしくお願いいたします。そしてそうですね、 YouTube ライブご覧の皆様も、もしお家にペンライトだったらこれ振っていただきたいんですが、あとですね、ニコ生ご覧の皆さんはコメント色変えられるようなので、うまいこと色変えて対応のほどよろしくお願いします。何色にするとかはきっと朗読劇を聞いていればわかるはずです。ではお三方、スタンバイの方はよろしいでしょうか。福島さん、いけそうですか。はい、いけます。ありがとうございます。高橋さんはどうでしょうか。大丈夫です。ありがとうございます。カエルさんはどうでしょうか。グーグー、いただきました。ありがとうございます。お腹減ったの。お腹はいっぱいです。俺も、のり弁食べました。それでは皆様、スタンバイが整いましたので、お三方に朗読していただきます2周年記念の朗読劇、スタートです。おい、いい加減出てこいよ。2周年のお祝いするんだから。いやよ、2周年の感謝をどうしてエリスに伝えなきゃいけないの。功労者は私よ。ああ、私にこそ感謝を伝えるべきでしょ。参りましたね、こんなに拗ねるとは。ダクネスがエリス様の名前を出すからですよ。そうは言っても、私はエリス教徒、感謝の祈りを女神エリス様へ捧げるのは当然ではないか。私だって女神なのに。とアクアは思い込んでいるかわいそうな子だ。毎回のことなのに、積もり積もって今回は根が深そうだな。アクア、出てきてください。一緒に2周年のお祝いをしましょう。私の艦隊のスペアもあげますから。いらないわよ。実家からお祝いに霜降り赤蟹が届いたんだ。お祝いの宴をしようではないか。いらない。お前ちょっと悩んだだろ。甲羅焼きにしたら味噌もうまいぞ。その上、この日のために用意した1本5万エリスの高級シュワシュワも開けてやろう。3本、いや5本、えい、大盤振る舞いだ。10本だ。いらないわよ。いらないったらいらない。耐えやがった、あのアクアがシュワシュワでも出てこないとは。アクア、エリス様にお祈りをと言ったことは謝る。だから機嫌を直して出てきてくれないか。だったら証明して、私に感謝してるってちゃんと証明して。証明って言っても一体どうすれば。そうね、私のいいところを言って。10個でいいわよ。ダクネス、なんか言ってやれよ。私か。アクアが掃除当番の時は
トイレがすごく綺麗になっているな。そうですね。あとアクアが洗濯当番の時は洗濯物が綺麗に乾く気が。それ私の能力のいいところじゃない。私自身のいいところを言ってよ。急に言われても。一番付き合いが長いのはカズマではないですか。何かあるでしょう。そうだな。ああいやあれは違うか。アクア自身のいいところ、いいところ、工事現場のバイトでは大活躍してるよな。手先が器用だから。確かにな。他にも手先が器用なところとか。ええ、あとは手先が器用なところ。手先が器用しかないじゃない。こんなに長い付き合いなのに。もういい、絶対に部屋から出ない。アクア、ますますへそを曲げてしまったな。しょうがねえな。ああ、優秀なアークプリーストがいないとクエストにも行けないし大変だな。カズマ、ほらメグミンもアクアを褒めていい気分にさせるんだよ。なるほど。ああ、せっかくの宴会もアクアの花鳥風月がなければ退屈です。アクアのヒールに私は何度助けられただろう。アクアの偉大さが今になって染みてきたぞ。俺なんかアクアがいなければここにはいないからな。アクアは俺たちにとってエリス様よりも大事な女神だ。アクア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 聞いていますね。少し嬉しそうな声がしましたよ。しかしこれ以上は私たちだけの力では。よし、みんなの力を借りるしかないか。会場のみんな、みんなの力を貸してくれ。こいつを振ってアクアにみんなの愛のパワーを。配信を見ているみんなも心の中でアクアに呼びかけてくれ。準備はいいか。さあ一緒に、アクア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 。まあしょうがないわね。私がいないと2周年のお祝いが始まらないってわけね。みんな本当に私が好きなんだから。アクアの機嫌が治りましたよ。2周年なんてまだまだ序章よ。3周年4周年と続くんだから、何時これからもアクア様を崇め続けよ。されば幸せとならん。やれやれ、これで一安心だな。ああ、アクアだけじゃなくこのファンもこれからもよろしくお願いします。お祝いの花鳥風月。ちょっと